YouTube どうも監督です、前回ね、タクトをねいただきましたけれども、まあ、今後はねあれをどういう風にカスタムしていこうかっていうのをねすごい、まあ、今悩んでるんですけど、やっぱりあのトラットタクトっていうのはちょっとやっぱ限定車で、なんかあれはやっぱシールを生かしてカスタムしたいなって思うんですけど、あのシールね反対がないんですよ。だからね、あの新品のあのシールが出てくれればいいんですけど、誰か持ってたりとかしないですかね。売ってほしいですね。最近どう？大自然の中深呼吸してる？あ、どうもゆいです。今日は岩手県2日目。暑いね。あと何日いる？いや、今日で帰ります。疲れてる、はい、いやちょっとね、連日暑くてね。そうですね。どうも皆さん体力は釣りたがりいるな。釣りたがりいるな。で、一応今日ね、本命のビールズさん、ウィズミーティング、そう、イベントにね、はい、やってまいりました、はい、いや、ここすげえいいところ。大自然いいな。あのラムトラいいな。あの感じぐらいが良くない？でも本当来なかった人損してると思う。いや本当に面白いですね。もともとね、なんかローライダーのイベントなのかなって思ってましたけど、結構オールジャンルな感じ、まあ、US っぽい。そうだね、まあ、ちょっと後に主催の方にねお話聞ければと思いますけど、それでは会場を回ってきます。では行く、では行く。てかゆいちゃんもうなんか暑くね、岩手ちょっと涼しいと思ってた。いや、そう、もうちょっと涼しいイメージで来てたら結構暑いですね。カラッとしてますよね、意外と。あ、でもそうだね、ジメジメはしてない。じゃ東京より全然気持ちいいね、暑さが、うん、今日もう結構早めから来てたじゃん。はいはい。どう、ゆいちゃん的に？いや、面白いね。面白いよね。面白い面白い。やっぱほら、地域が違うから、やっぱ初めて見る車があるっていうのももちろんなんだけど、来てみたら結構オールジャンルというかね、うん、だったから、なおのこと、うん、あとアピールタイムとかもね、そうあって、一応午前午後で、後で監督がまた撮るけど、うん、アピールタイムはやばい。アピールタイムは最高でしたね、うん、あれはね。なんかちょっと噂によると、YouTube のアワード枠をいただけるかもしれんってことなんで、うん、結構真面目に考えないといけないよ、これ。そうですね、回りながら1台なんかね、まあ、そうですね、3人で見ながら決めていきたいなと思うんですけど、 YouTube ショーは平行に公平にね、平行に公平にね、平行に選びたい。平行平行にやっぱ選んでいかないとね。平行に選んでいかないといけない。これでどれにしようかな。 YouTube これでいいんじゃない。あー、ちょっと待ってください。ほら、あの6人ね、あ、これ綺麗だね。なんかもう決まりそうじゃん。いや、まだ全部見てないんだよ。これさ、マットなんすよ ね、 ね、これさ珍しくないですか。え、すごい、かわいい。これかわいくないですか。かわいい、かわいい。あ、これで決定かな。なんなんだお前は。で、誰なんだ。さ、このホイール。これね、すごいよね。このね、そのセブンティーズみたいなさ、この古いタイプの。本当だ。ワイヤーホイール俺好きなんですよね。これすごいね。これで可愛くないですか。これすごい。ティファニーみたいじゃないですか。ティファニーね。ティファニーじゃなくて。ティファニー。まあ、この隣のね、リビエラもね、ファールなかなかいいんですけどね。このリビエラも俺すごい。めちゃくちゃかっこいいんですけどね。いや、これもね、いいっすよね、これ。かっこいいんですよ、このトラック。渋いですね。渋い。結構さ、何台いいんだよ。え、でも台数結構多いよね。100台くらい来てるんじゃないですか。後で主催の人に絡もう。あ、そうっすね。そうっすね。見てください、うちの売り子さん。何？買ってくれた、来た。あ、ほんと？え、あ、あ、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れたんだ。監督だとハグできる。あ、KP。 いや、KP じゃない。あんな太ってないって。カイドレーサー。そうです、カイドレーサーです。でかいですよ。あ、ありがとうございます。じゃあぜひこれを。あ、出た。ニワレーシング。ニワレーシング、かわいいよ。ニワちゃん、名前聞いた方がいいね。さっき取らせてもらったけど。お名前なんていうんですか。フォード。フォード。フォード。めっちゃかっこいい。フォード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 。忘れてた人。忘れた。てかこのミニトラックがさ、すげーいるんですよね。ミニトラも多いね。うん、あれだよ、やっぱさ、みっちゃんとひろき来るべきだったよ。確かにね。絶対あいつらもう、ちゃんと、ね、すごい車いるんですよ。どこどこ。あのまだまだまだ先だ。あ、まだ先なんですけど、そう、すげー車いるんですよ。やつら2人がさ、これすげーなーって言ったやつ。秋田の人すごいね。あ、てかそらしろ、いちゃってくなっちゃった。なんすかなんすか。どうしたどうした。この車じゃなかったっけ。え、何をすか。 D さんのジャケット。あ、え、 D さんのジャケット。え、 D さんの CD のジャケットの方。あ、本当に。マジっすか。ちょっと待って。テレテテンテテレテレテレテテレテテ。そうそうそう、これです。え、そうだ、本当だ。あ、本当だ。For your ride, volume 35. え、35? Yeah. 最近じゃないですか。35. Yeah. すごいじゃないですか。かっこいいね。これ。これ。あ、でもこれすごいっすね。これすごいよ。絵が。いや、すごい細かいよ。すごいね。よいか。一つ一つ丹念に梱包しています。YouTube ナンバーフレーム。いいぞユイ。 YouTube ナンバーフレーム。 YouTube から。乗るときにこうなんかこうな、なんだろう、まあいいや。隣の車もかっこいいけどさ。いや、みんなかっこいいのよ。これ何これ、あれじゃん、うちのボンバーみたいな。あ、ほんとだ。ほんとだ。なんか変だな。この辺に出てくるけど、ね、確かに、うちのボンバーちょっとっていう縦なみたいなね。これはすごいよ。いや、YouTube ショーどれにしようか迷うね。迷うね。いや、だから結局さ、いつも見ない写真がやっぱり多いから目移りしちゃうんですよ、ね。YouTube ショーはあのインディアンの小屋。ああ、インディアンの小屋じゃん。あれ可愛いけどね。あ、すごいね。しかもこのレーンだけめっちゃ歩きづれ。チャリ。かっこいいね。かっこいい。すごい、でもさ、このイベントめっちゃさ、出店出てますね。そうなんだよ。おはようさんもいっぱいあって。ニワちゃんも、あれ監督もお店出したでしょ、あれ。あ、そうなんすよ。うん、あの今日からあのやってるジャンボ唐揚げ。ちょっともうほら。もうね、売り切れちゃった。売り切れちゃったんで、やってないですけど。売り切れちゃったの。そう、午前中でもう、すごいもう大盛況で。イベント舐めてたんじゃないの。はい。もうイベント舐めてたの。いや、あ、あれ。ごめんなさい。あんなのに激突されたらもうたまたまだね。捻挫仕掛けた。あのね、ホルモン焼きってのが気になるんですよね、すごい。そんなもん。すごい、生ラム串だ。あれ、こんばんは。何よ、何か。生ラム串だって。生ラム串。生ラム串。あ、生ラム串。ちょっと見せてください。待って、え、生ラム串。
生ラムです。生ラム。生じゃなくて、はい、お金ちょうだい。いくら？300円。お財布持ってこなかった。出して。ありがとう。ありがとうございます。ゆいちゃん自分から欲しがるよね、その。そういうの長いやつ、うん、そういうの長いやつね、うん、ちょっとこれじゃあさっき監督が今戦ってて広山ライチングかっこいい、うん、これかっこいいよね、これすごいよね、どうしようかな、これにしようかな、なんなのさっきから何キャラなの、いや、すごいな、遠く、車に暑いよね、めっちゃキュウリ食うじゃん、おいしい、これおいしい、あらね、柿下さんから、あ、そうなんですか、柿下さんから買ったんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいな、これかっこいいね、これ、なんかまあ可愛いし、この顔ちょっと可愛いよね、このインプレッションもなんだろう、あ、この3人じゃ絶対アワード決めらんねえんだもうみんなね、おのおの違うんだよね、好みが、好きやからさ、これかっこよくないですか、これすごいね、シェルついててかっこいいね、まあ YouTube だからゆいちゃんが決めるべきでしょ、まあそうっすね、うん、これかっこいいっすけどね、フォーセールだよ、あ、フォーセールになってる、これいくらなの、135だって、え、135、はい、ちょ、弟に買わせようか、俺の弟にちょっとこれいいじゃん、インテグラ、絶対弟に買わせようとするじゃん、じゃあ弟も車欲しいっつってんすよ、でも弟何、どういう人がいいの、あの CA アコードっつって、リトラがいいんだっけ、そう、リトラがいいっつって、そうだそうだ、だけどこっちの方がいいよって俺言うよ、こっちの方がいいよ、こっちの方がいいよこっちの方がいいよ、なんか九州一周させるとか言ってなかった、そう、九州一周したいんですって、あ、これ分かんない、やっぱこれか、これじゃないですか、やっぱアワード、YouTube アワード、これこれ、ニワレーシングアワードじゃん、ニワレーシングアワード、あ、どんどんアワード増やすじゃんこれ可愛いよね、でもこれか、可愛い、さっきのアピールタイムもめっちゃ可愛かったもん、すごいよね、だからああいうさ竹やり系も切ってしまうようなほどオールジャンルな、そうイベントなんですよ、こんにちは、こんにちは、知ってますか、知ってます、はい、見てます、ありがとうございます、知ってますか、知ってます、知ってますか、ありがとうございます、よかった、なんかホッとするわ、なんか生きててよかった、やっぱあれだね、なんだろう、なんかゆいちゃん芸能人ぐらい有名らしい、嬉しい、うん、その辺のなんかあのモデルとかより有名らしいよ、その日なんだ、モデルとかより全然有名、いや、これすごいよ、こんなの見たかわかんない、宮城で見たかも、本当に、なんだろうな、俺と監督好きだもん、俺これだな、これ かっこいいじゃないですか、ねえ、昨日あれ見たよ、あれこれでしたっけ、リトラのやつ、 あなたたちが寝てる時に私アメリカンワールドで見た気がする、これ、この色、横通った、え、これこれ、このセリカ、うん、へえ、時代だけなんかこう貼ってあるのだけ見えたけど文字は見えなかったの、車の中からこうさーって通ったこの色のこの形を見た、ここの持ち主の方来てください、来てください、監督が来てます、あ、とりあえずニワレーシングのステッカー置いておいておこうかな、なんだよこれって言われたらどうするの挟んどけば、でもなんかあの人たちと一緒でしょ、あの人と一緒、あ、まあそうだね、うん、ステッカーくれた方々の一緒だから、いいよ、熱い、こっち、いや、いいね、もうエントリーなんじゃない、そうね、でも、にしてはさ、車幅狭くね、でも、にしては、にしては並びすぎじゃね、
監督、ちょっと職権内容しちゃえよ。はい、どうぞ。職権内容しちゃえよ。職権内容しちゃえよ。ラストもう一回乗れるよ。はい。今乗れるよ。姉ちゃん乗っちゃうよ。乗れます？乗れる。次、もうどの車に乗りたいか。スーパーカーも1台ちょっと。姉さん、じゃあこれ、せっかくだから、ステッカー乗ります。せっかくだから。お願いします。よろしくお願いします。イエーイ。いいですね、モデナ。いいね。かっこいいね、やっぱオープンだし。え、そう、結構こうワーク派がしてる人多いですよ。ワークワークワーク。流行りっぽいね。乗ったことはありますか？ないです。ないですか？はい、初めてです。あんまりスーパーカーとご縁がそんなに多くはないので。あー、ね、すごいね、こうやって乗れるんですね。東京から来ました。はい、お住まいはこの辺とか。宮城ですね。あ、宮城なんですね。今日はこれとか確かに、今日これで行こうみたいな。すごいな。一応まだもう一個あるんで。あ、そうなんですか。もう一個何持ってるんですか？もう一個後ろのやつのランプです。あ、そうなんですね、はい、まさかのオレンジ色のやつも、はい、あのバイクの保護者の方が。